連続のつながったお菓子袋の2日目です。で今日の系とはなんか中途半端に残っているオパール系とを見つけたので、これで編んでいきたいと思います。でまたここをですね、今こうなってるんですけど、ここを袋に、またここに袋を作っていくんですよ。まあ、ちょっと手間はかかるんですけれども、どっちにしよう、これからやろうか。あれ、これどうなってる？あ、これでいけるかな。絡まってます？なかなかの絡まり具合でした。でこれも糸は切ってあるので、次はここにこうやって出して、これ抜かないでこのまま次の、あ、取っていってもいいですかね。どっちでもいいんですけど、次の目をこのまままた引っ掛けて出して、結構無理やりですけど袋状にしていきます。なかなかやりづらい。これ方法合ってるのかどうかわかんないんですけど、まあこれでできるのでやっております。こうね、でこっちはこっち、こっちはこっち、また編んでいけば袋状にできますので、このまま端までやっていきます。はい、できました。こっちとこっちとね、2倍にこう糸がかかってますね。これは結構ややこしいので、もう一本針が必要だったりしましてね、まあ、これだけでもできるのかもしれないけど、私やり方わからないんで、まあそのやり方は今回省いております。でこれをあとはぐるぐると編んでいきます。はい、連続のお菓子袋2つ目できました。こんな感じですね。なんかちょうどこの糸が若干クリスマスカラーなのと、この、まあ、偶然なんですけどね、ここに赤い線がちょうど入る、こっちもこっちも赤い線が入ってるので、結構可愛らしく馴染んだと思います。可愛いですね。で今日のお菓子はこのカクテルサンドのパックからストロベリーサンドをいただきます。まあ、よく見る感じですね。私この模様がすっごい好きなんですよね。こういうところにあるこの、もうなんていうか装飾的なやつがすごい好きで、レジンとかでもこういうのやりたいんですけどね、まだやり方がよくわからないから、まとまる食べます。いただきます。ごちそうさまでした。やっぱり軽めに作ってる気がしますね。
クッキー部分がすごい軽いんですよ。まあ、いっぺんに食べたいとこですけど、ちょっと袋作らないと食べちゃいけないルールがあるので。では、これはまあ連続なので、また明日も続きます。次はどんな糸で編みましょうかね。まあ、ではまた明日、お楽しみに。